ゆっくり霊夢です。ゆっくりヨウムです。今回は、2024年に J3 で戦うチームを簡単に解説していくよ。私たちにとって未知の世界なので、気になります。それでは、ゆっくりしていってね。ヴァンラーレ八戸は、青森県八戸市を中心とした地域を、ホームタウンとしていて、チームカラーは緑だよ。八戸といえば、せんべい汁で有名ですよね。ヴァンラーレのスタジアムは、プライフーズスタジアム。サッカー専用スタジアムだよ。最寄り駅は、本八の平駅または、むつ駅川駅で、そこからバスで向かう形となっています。大宮から向かうと片道17,000円程度で、所要時間は4時間。結構時間かかりますね。ちなみに今出ている計算は、あくまで私たちがざっと計算した結果ですので、時間的に電車やバスが走っていない可能性もあります。夜行バスなど、他の交通手段を使った方が安い可能性もございますので、遠征をされる際は、必ず事前に調べてから行くようにしましょう。それでも、地元民や有識者の知識があった方が、より遠征を楽しめると思うんだよね。有識者の方は、ぜひコメントをよろしくお願いします。次は岩手グルージャ盛岡。グルージャは、盛岡市を中心とした岩手県全域をホームタウンとしていて、チームカラーは白だよ。グルージャといえば、マスコットのキズール。あまりにもシュールな見た目で、一時期話題になっていました。グルージャの本拠地はサッカー専用スタジアムの、岩銀スタジアム。盛岡駅または、岩手飯岡駅が最寄り駅で、盛岡駅ならバスで、岩手飯岡駅だと徒歩で行くことができます。大宮から向かうと、片道約15,000円。盛岡駅からバス利用なら、所要時間20分で310円。盛岡駅から岩手飯岡駅が所要時間7分で、190円。岩手飯岡駅から徒歩15分と考えると、どちらのルートでも、所要時間やお金は大差ないと思うよ。参考までに、2時間半だと、鈍行で水戸へ行くときと同じくらいの時間なので、日帰りアウェイで行けるギリギリの範囲かと予想されます。次は福島ユナイテッド。福島ユナイテッドは、福島市や会津若松市を中心とした全県をホームタウンとしていて、チームカラーはユナイテッドレッドとなっているよ。福島ユナイテッドといえば、福島ユナイテッド FC 農業部だったり、マスコットの家臣赤兵衛が一時期話題になってましたね。福島ユナイテッドのスタジアムは、陸上競技場の東方みんなのスタジアム。福島駅が最寄り駅で、そこから路線バスもしくは、定額タクシーを利用する形だよ。福島駅から、路線バスなら所要時間30分、車の場合は20分、路線バス640円、定額タクシーの場合4000円となっていて、バスを利用できれば、かなり安く行くことができるところって印象ですね。タクシー乗るときは、福島ユナイテッド FC の観戦に行くため定額でと一声かける必要があります。バスは混雑が予想されるし、タクシーは必ず呼べるとは限らないしで、大宮から近めのアウェイだけど、行くのには勇気がいるスタジアムって印象だね。学生さんや電車派のファンには厳しいかもしれませんね。参考までに所要時間は、鈍行で福田電子アリーナへ行くのと同じくらいだと思ってもらえれば、バスやタクシーを待つ時間は考えてないから、実際はもっとかかりそうだけどね。そして我が軍、大宮アルディージャ。大宮アルディージャは、埼玉県埼玉市大宮区を中心とした埼玉市をホームタウンとしているよ。正確には旧大宮市と岩槻を加えた埼玉市北部なので、浦和や与野は違うんですよね。当チャンネルの第一応援チームであり、世間的にはマスコットのミーア様が有名だね。アルディがいるのに、よそのマスコットが来たらキスしたり腕組んだり、マスコット界のビッグとして有名です。そんな大宮アルディージャのホームスタジアムは、サッカー専用スタジアムのナックファイブスタジアム大宮。大宮駅と、東武鉄道の大宮公園駅が最寄り駅で、大宮駅からは徒歩20分、大宮公園駅からは徒歩10分程度となっているよ。大宮は東北新幹線や北陸新幹線の停車駅なので、電車を使う方は、非常に行きやすい好立地です。しかし、埼玉には空港がないため、飛行機を使っていく方には不便かもしれません。確か、成田空港から大宮まで3時間くらいかかった気がするよ。そのため飛行機を使う場合は、羽田から行く形になりますね。豆知識として、東京駅や品川駅、蒲田駅から大宮へ向かう場合は、新幹線を使っても時間に差がほぼ出ないため、行きは、高崎線か宇都宮線。帰りは上野東京ラインを使って帰りましょう。私たちのチャンネルでは、過去にビジター向けの案内動画も作ってますので、興味のある方は、後でご覧ください。概要欄にリンク載せておきますね。変更点として、グッズショップの場所が変わりまして、氷川神社のでっかい鳥居の近くに移りました。わかりにくいところに移ったので、行ってみたい人はしっかりマップを見ましょう。正直、もっといろいろ言いたいですが、キリがないので、聞きたいことがあったらコメントしてくれると嬉しいです。答えられる範囲で答えます。次は、YSCC 横浜。YSCC は、神奈川県横浜市をホームタウンにしていて、チームカラーは水色。エンブレムはめっちゃ青ですが、水色らしいです。
イニエスタとシフォン提携することなど、なかなかオリジナリティあることを行っているチームって印象だね。YSCC のホームスタジアムは、サッカー専用スタジアムの日発三沢球技場。最寄り駅は、横浜駅または、三沢上町駅。横浜駅からバスを使って10分移動し、5分徒歩。もしくは三沢上町から徒歩15分というのが、公式の情報だけど、私は、横浜駅から徒歩をおすすめします。移動時間は約30分とそれなりにかかりますが、栄えている横浜エリアとスタジアム周辺の坂道のエリアを歩いていくので、横浜という土地を感じられて、私は好きです。金銭的に見れば、三沢上町はバスと比べ10円しか差がない割には、時間がかかりますね。まあ、三沢上町のルートは新横浜駅を使うユーザーが使うから、大宮からだと不便だね。速達性はバスに軍配が上がりそうですが、片道の料金と移動の自由度を考えると、横浜駅から徒歩ルートもかなり良いアクセス方法なのがわかります。まあ電車1時間、徒歩30分で行ければの話ですが。ただ、徒歩だから体力がなかったり大荷物だときついのが難点だね。それなりに急な坂に行くからそれを苦痛に感じるかもしれないし、この方法を使う方は、自己責任でお願いします。次は SC 相模原。SC 相模原は、神奈川県相模原市や海老名市などをホームタウンにしていて、チームカラーは緑だよ。相模原のファンは、相模スタっていうらしいです。SC 相模原のホームスタジアムは、陸上競技場の相模原祇園スタジアム。二大祇園スタジアムスター。最寄り駅は、原田今駅で。バス利用の場合だと、小田急の相模大野駅や JR の小口駅、相模原駅など、様々なところからバスが出ています。大宮からのアクセスは、相模大野からバス利用でも、原田今から徒歩ルートでも2時間以内で行けるから良い感じね。バスは、臨時バスを出すとのことですが、バスの待ち時間や便の安定性を考えると、原田今から行った方が良さそうですね。相模スタの皆様、アドバイスのコメントお願いします。次は、松本山雅 FC。松本山雅は、長野県松本市や塩尻市、安曇野市などをホームタウンとしていて、チームカラーは緑だよ。山雅といえば、来庁は頂きを目指す。松本山雅のホームスタジアムは、サッカー専用スタジアムのサンプロアルイン。新州松本空港の隣にあって、航空機が目の前を通るというかなり面白いスタジアムだよ。しかしこの松本空港、福岡や伊丹、新千歳などが繋がっていることから、大宮から向かう我々にとっては、恩恵がほぼないんだよね。そのため、鉄道で向かうしかないんだけど、アルインは、鉄道駅からのアクセスが絶望的で、距離的に一番近い駅から徒歩で向かうと1時間かかるんだよ。じゃあ、どうやって行くんですか？松本駅と塩尻駅から、無料シャトルバスが出ているから、これを使っていく感じだね。松本駅からのバスは20分間隔で、塩尻駅は1時間間隔で出るとのことだよ。1時間に1本だとかなり時間に縛られてしまうので、松本から行くのが一般的ってところでしょうか。大宮から松本へ向かう場合、主に2通りのルートになって、新幹線を使って長野駅から向かうパターンと、特急のあずさを使って新宿から松本へ向かうパターンがあるよ。今回の試算では、長野駅からも特急を使った値段で計算しているんだけど、長野県は鈍行の電車の本数が絶望的なため、特急料金は諦めです。値段ではさすがにあずさには勝てないけど、所要時間を1時間近く短縮できたため、北陸新幹線を使ったルートの方が、コスパは良いって印象。あと、あずさは当日券がほぼ取れないほど、意外と人気な特急なので、当日券購入の場合でも、諏訪にでも観光行くってわけじゃなければ、新幹線の方が良さそうですね。次は、AC 長野パルセイロ。長野パルセイロは、長野県長野市や千曲市などをホームタウンとしていて、チームカラーはオレンジだよ。パルセイロといえば、スタジアム DJ のポリさん。新州ダービーの時に DJ が煽っている姿は話題になってました。そんな長野パルセイロのホームスタジアムは、サッカー専用スタジアムの長野ユースタジアム。最寄り駅は、篠ノ井駅で、駅東口からシャトルバスを利用する形だね。バスは片道300円で10分。ちなみに徒歩だと40分近くかかるようだね。大宮から向かう場合は、輝きか白鷹を利用して、長野駅へ行って、JR か信濃鉄道から篠ノ井駅へ向かうんですね。信濃鉄道が長野から4駅で15分、特急信濃は1本で8分。行く時間にもよるけど、特急信濃使っても時間にあんまり差がないから、できればその時間に合わせて行きたいところだね。シャトルバスは会場2時間前から出てるらしいです。次は片荒れ富山。片荒れは、富山市を中心とする富山県全県をホームタウンとしていて、チームカラーは青だよ。片荒れといえば、スタジアムから見える北アルプスが綺麗だと聞いています。そんな片荒れのスタジアムは、陸上競技場の富山県総合運動公園陸上競技場。最寄り駅は、北陸新幹線停車駅の富山駅で、富山駅から路線バスで30分のところにあるよ。試合当日は、スタジアム直通バスを出すとのこと。
大宮からは当然、北陸新幹線を利用して富山駅まで行く形だね。やはり、北陸新幹線はかなりの出費。まあ、お隣のチームはそのさらに先に進んで勝つバスだけどね。霊夢さん、多分そのスタジアムに、私たちはもう行きませんよ。え？どういうこと？次は、スウェーデン金沢。スウェーデン金沢は、石川県全域をホームタウンとしていて、チームカラーは赤だよ。スウェーデンといえば、ビジターチームを応援するマスコットのヤサガラスや、歌舞伎五年、赤ホロ宗剣山の横断幕です。また、当チャンネルが贔屓にしているもう一つのチームでもあります。そんなスウェーデン金沢ですが、今年になってホームスタジアムが変更となりました。その名も、金沢5号カレースタジアム。収容人数1万人の北陸初のサッカー専用スタジアムです。すごいスタジアムだね。このスタジアム、ソファー席や畳席とかもあってすごいんですよ。畳席？サッカーのスタジアムだと珍しい設備だね。テーブル付きなので、なかなか悪くなかったですよ。相当良いスタジアムのようだね。ビジターエリアについても解説してよ。まずは、ビジターベンチサイドシート。ビジターベンチすぐ近くにビジター専用の席が設けられていて、見晴らしはこんな感じです。うおお、ピッチが近い。日立大の最前列レベルをビジター側で味わえるとは。でもベンチサイドシートという割には、ベンチの様子は見えにくいんですよね。でもこんだけ近かったら、選手や監督の話も聞こえるだろうから、ベンチメンバー入りした気分を味わえるかも。続いて、メインエスミックス席の最前列。座席吹いてるけど、屋根付きじゃなかったっけ？最前列は雨当たると思ってください。雨の範囲についてはこの後の席で解説しますね。なんか、こっちの方が見やすくない？正直、ベンチ付近の人物による視界の妨げリスクと値段考えると、メインエスミックスの最前列の方が良い席だと思います。ただ、あくまでこの席はビジターグッズ着用かというだけなので、ツエサポに包囲されても文句言わないでくださいってところでしょうか。ちなみにメインエス指定の最上段はこちら。こっちはこっちで適度な高さがあって見やすいね。こちらはメインエス指定の中では端の方の、ダブル6ブロックの最後尾だよ。ちょっと距離が生まれたけど、最後尾の割にはかなり近いね。次は、メイン A 席の最前列。そういえば、ドリンクホルダーが前にないんだね。最前列のドリンクホルダーは、足元にあるので通行の邪魔にならないのはいいなって思います。見やすさは、やはりさっきの方が見やすい感じかな？映像だとわかりにくいのですが、先ほどの S 指定席の最前列と比べ、反対側のコーナーフラップが見やすくなっているため、実は、当たり席なのではないかと思いました。ここまで端だと選手等による視界妨げリスクもないし、値段も安価だからいいかもしれないわね。続いて、メイン A 指定の最後尾だよ。全然悪くないじゃない。通行している人が気になる感じではありますが、視界は十分ですし、雨には濡れないですし、トイレや売店が近くなるので、これはこれでありかと思われます。金沢はよく雨降るもんね。内覧会当日も雨だったので、きつかったです。そういえば、雨が当たるエリア教えてよ。内覧会当日見た感じだと、2階の席だと結構雨に当たる席が多い印象ですね。メイン側の席は最後尾が19列目になるんですけど、中央部分だと、4列目までは雨が当たっていたね。一番端のブロックの席だと、15列目あたりまで横殴りの雨含めて入ってくるので、端席狙いの人は、必ずポンチョ持ってきましょう。ちなみにメイン A の端席はこんな感じだよ。ん？なんか今すごいのが見えた気が。端席は距離が近いだけで、さすがに見えにくく、端っこに通路もないため、移動もしにくいです。まあ迫力は感じるから、サッカー観戦しつつ飲み会する人ならいいんじゃないでしょうか？そんな人たちいるのだろうか？私は、平日の神宮球場でそういう人見たことがあります。続いて、バックエスミックスの最前列だよ。うおお、めっちゃ近い。映像だとメインと比べ遠そうに感じますが、相当近くて見やすく、バックの最前列は外れがなさそうですね。ただ一つだけ、バック最前列の座席通路に水たまりができているんですよね。雨の日の最前列は結構きついかもしれないね。続いてバックエスミックスの最後尾。おお、視界全体にピッチを感じる。でも、ゲームの画面みたいだね。私が現地で見た感想としては、見やすいんだけど全てが半端。特別近いわけでもなく、俯瞰して試合がすごく見やすいわけでもないといった感じ。最前列とこの後紹介するバック上段の中間といったところでしょうか。バック上段自由席の最後尾はこんな感じ。埼玉スタジアムの上の階で見ているみたいだね。上の視点でかなり見やすいし、距離が離れすぎていないのもいいね。一応欠点としては、前の方に行くとかなり見づらくなりますのでご注意を。次は、バック A 指定の最前列です。やはりバックスタンドの最前列はかなり近くて見やすいね。感想は、メイン S 指定の最前列とほとんど変わりませんが、少しでも安価かつ、ビジターゴール裏を間近に見たい人にはおすすめといったところ。そして、こちらは最後尾となっています。
さっきのバックエスと比べると遠いけど、少しでも安価かつ指定席を取りたいならありかも。あんまり端に行かなければ、バックエスとほぼ変わらないしいいと思うよ。どの席種に行っても試合が見れるというのは、実は素晴らしいことですからね。なんか言った？いえいえ、なんでもないですよ。ちなみにバックスタンドは、後ろの2列以外は雨が当たってましたので、ポンチョを必ず持参しましょう。ということで、大変長らくお待たせいたしました。皆様が気にしているであろうビジターゴール裏立ち見席について、解説します。先にお伝えしておきますが、ビジターゴール裏立ち見席、用語が非常に困難な席種と言わざる得ません。私が行った内覧会では実際に入ることができなかったため、想像の部分もありますが、まずはこちらの映像を見ていただきたい。これは、まず、スタンドとピッチの間にフェンスがないじゃないか。その通り、このスタジアムのビジターゴール裏にはフェンスがありません。そのため、シュート練習のボールが貫通して客席にボールが飛んできますし、赤い列も、ピッチに侵入し放題です。ちょっと待って、エリアも2列分しかないし、1列目には傾斜が全然ないぞ。列については、上からアップで見てみましょうか。2列目は、栃木グリーンスタジアムみたいな感じだけど、入れてもこれ3列だぞ。その通り、この席種は人を入れる気がないってレベルで、人が入りません。あ、でも芝生席あるじゃん。ここも客席部分になるのかな？ビジターゴール裏立ち見の運用がどうなっているのかはわかりませんが、芝生部分の傾斜は、ピッチとは反対側が低くなっております。もうこの売るってレベルじゃねえぞ、おい！さすがに将来的に回収するよね。一応、回収して1万5000人収容のスタジアムにすることが可能とは言ってますね。なんでやらないんだよ、ビジター席なんて需要の塊だろ。いっぱい客入るときはセーブ力値があるから。まあ、今年は回収中なんでみんなゴー下ですが。ダメじゃねえか。でも回収される予定があるってことだよね。すぐには無理でも、将来的には良いスタンドで見れるってことだよね。確かに後ろにスペースもありますし、回収することは全然あると思いますよ。でも霊夢さん、よく考えてほしいんですけど、霊夢さんは、なぜビジターゴール裏で観戦するんですか？そりゃ、自分の応援するチーム側で応援したいからだよ。ということは極端な話、金沢には負けてほしいから応援するんですよね。言い方が悪いけど、言ってしまえばそうだね。じゃあ、お聞きしますが、ずっと負け続けているチームのために、スタジアムの改修すると思いますか？はい、これが私の思う、このスタンドの最大のクソポイントで、ビジター客が多く来場し、ビジターチームを応援するこのエリアを良いスタンドに改修するには、ついげん金沢が、1万5000人収容の1000スタに似合う規模のチームにならなければならない。そのためには数々のチームを倒し、文字通りついげんってチームでなければならない。回収が希望されている席種の名前、覚えていますか？ビジターゴール裏立ち見です。これでどうやって戦えばいいんだ？お前逃げたぜ！そんなスタンドに一番最初に収容されるのは、北陸富山に本拠地を構えるカターレ富山。2月18日にこのスタジアムのこけら落としがあるのですが、この人が全然入らなさそうなエリアを埋められないと思われるのがムカつくのか、ビジターゴール裏立ち見を完売することに成功。おおやるじゃん。代わりに富山のサポーターグループからは、こんなちゃんとが飛び出してくることになりました。金沢大嫌い、富山！そらそうなるわ。というわけで、ビジター利用可能な席種の紹介でした。続いて、アクセスに関してですが、基本的にはルートは2つ。1つ目は、北陸新幹線停車駅の金沢駅から無料のシャトルバスを利用すること。行きは、試合の3時間前から15分前まで。帰りは試合終了から1時間後まで運行しています。ただこのバス、去年までは1便につき1両のバスしか出てこなかったので、時間帯によってはキツキツになることもあるし、勝った後に何かやるチームだったり、ヤッサンとかと触れ合っていると、バスが残り1本しかない、って事態が発生するから、個人的には、このバスでの移動はあんまりかな。一応、バスは石川県庁へ行くものもあるので、あえてそちらへ行くという作戦もあります。県庁の展望台から見る景色はかなり良いですし、あの辺りのエリアは、私が以前紹介したサグローベイさんなど、ご飯が美味しいところがいっぱいありますので、検討いただければと思います。あとは、IR 石川鉄道の東金沢駅から行くというのもあります。時間は徒歩で15分から20分。スタジアムに向かう途中に、チャンピオンカレーのお店、金沢のラーメンで有名な8番ラーメン屋、タイガー、あと、ついげん700万ボルトさんがあります。歩いててとても楽しい、東金沢経由ルートですが、IR は20分に1本である上に、たったの2両編成であるため、特に帰りは、サッカー観戦のキャパに耐えられるものとは考えにくく、
行く前にバス移動も考慮しないと痛い目に遭うかと思います。あれ？よくよく調べたら、東金沢駅よりも北鉄の磯部駅って方が近くね。あの、悪いことは言わないので、このルートは避けた方がいいです。まず磯部駅のホームですが、単線かつ激狭で、人一人通るのがやっとで非常に危険です。さらに道中もかなり危険で、何も見えねえじゃねえか。はい、このように周りの街灯が不十分で真っ暗となっており、裏道になっているからか、車も結構飛ばしてきます。また当然歩道なんてものもなく、このように横に田んぼがあり、道を踏み間違えたら、大怪我になるリスクもあります。このように公式からも、磯部駅の利用は避けるよう言われていますので、決して、裏道感覚で利用しないように。これ、実際行かないとわからないよね。なんならずるいって思う人もいるんじゃないかな。スタジアムの目の前でもこんな状態だし。長々とお話ししましたが、随言金沢の紹介を終了します。私たちのチャンネルでは、別に紹介動画もございますので、そちらもぜひご覧ください。次は FC 岐阜。FC 岐阜は、岐阜県全市町村をホームタウンとしていて、チームカラーは緑だよ。岐阜といえば、飛騨牛。岐阜のスタブルでは、飛騨牛を使ったグルメが多くあると聞きます。そんな FC 岐阜のホームスタジアムは、岐阜メモリアルセンター長良川競技場。最寄り駅は、JR 岐阜駅もしくは名鉄岐阜駅で、そこから20分ほど路線バスを利用して向かう形。市内ループ線っていうのに乗っていくのが良いらしく、この路線の場合は、20分もしくは30分間隔でバスが出ているよ。ホームページ上の案内だと、増便もしているらしいです。路線バスは、20分230円です。ちなみに、これから西方向へ向かうので東海道新幹線を利用する形になりますが、大宮東京間は、上野東京ラインを使って向かっていると思ってください。次は、アスルクラロ沼津。アスルクラロは、静岡県沼津市をホームタウンとしていて、チームカラーは水色だよ。沼津といえば、ラブライブ。スタジアムの照明のクラファンやチャントがあったりと、アスルとも密接なつながりがあります。そんな、アスルのホームスタジアムは、陸上競技場の足高広域公園多目的競技場。最寄り駅は沼津駅で、そこから路線バスを使っていく感じだね。路線バスの利用にはかなり注意が必要でして、まず沼津駅には、北口と南口がありまして、基本的バスの進行ルートは南口から北口に行って、そこからスタジアムの方向へ向かうのですが、時間によっては北口発着というバスもあり、南口のバス停で待っててもバスが来ないって事態が発生することがあります。実際ここの主は、それにやられて20分バス停で待つことになってしまいました。さらに厄介なことに、沼津駅は北口と南口の接続が悪く、最速で移動する場合は、沼津駅の入場券を購入する必要があるため、行く前にどっちの出口から出るか、しっかり予習しておきましょう。また、バスの時間の間隔も規則性がなく、ノープランで行くと雪の段階で、沼津駅で大幅に時間を失うことになります。さらに帰りのバスも、十分な運送力を持っているとは言えないため、確実にバスで帰る場合は、早めの行動も必要になるかもしれません。大宮からのルートも主に2通りあって、東京駅から東海道新幹線の光に乗って三島まで行った後、東海道線に乗って沼津まで行くルート。もう一つは、上野東京ラインを乗り通すルートだよ。上野東京ラインに乗る時間が良ければ、大宮から沼津行きという紙電車に乗れるかもしれないけど、試合の時間に合った電車がないため、基本的には熱海行きに乗って乗り換えって感じだね。そして、大宮から沼津へ行くときに注意したいのが、JR の関区またぎです。上野東京ラインだからといって大宮から IC カードで入場すると、沼津駅の自動改札で止められて、それなりに並んでいる有人改札へ行くことになります。なんでか簡単に言うと、スイカなどの交通系 IC カードは JR のそれぞれの管区内でしか使用できないってルールがあって、管区をまたぐ場合は、管区内の境になっている駅で出場したってことにする手続きをしないといけないからだよ。今回の例で IC カードを使うと、JR 東日本管轄の大宮駅から熱海駅まで行って出場し、JR 東海管轄の熱海駅から沼津駅まで行ったって形の手続きを、駅員さんにやってもらわなければなりません。これを理解していない人は結構多くて、去年の藤枝線の時も有人改札に長蛇の列ができてたから、この動画を見た人はやらないようにしよう。沼津駅周辺はラブライブの聖地になっているため、このミスをやらかす人が多く駅員さんも慣れてますが、結構列ができてて、大幅なタイムロスが見込まれますし駅員さんの仕事を増やすことになりますのでやめましょう。ちなみに解決方法は至って単純で、切符を買えばいいだけです。買うときは、緑の券売機を使ってね。次は、奈良クラブ。奈良クラブは、奈良市や三号町を中心とする全県をホームタウンとしていて、チームカラーは青と赤だよ。奈良クラブといえば、アッコちゃんちゃんと、タオマフを振り回しながら民族大移動を行うこのちゃんとは、
奈良クラブを代表するキャントとなっています。そんな楽しそうな奈良クラブのファンの中に異彩を放つ人が一人。この人は戸様さんというアーティストで、剣闘士のコスプレをしていることから J リーグファンからは剣闘士と呼ばれているサポーターさんだよ。裏マスコット界隈に突然現れたダークホース。今年の裏マスコット総選挙では初出場で2位を獲得。奈良クラブの知名度向上に一役買っている存在です。そんな剣闘士様とお会いできる奈良クラブのホームスタジアムは陸上競技場のロートフィールドなら、最寄り駅は近鉄奈良駅で、駅から徒歩20分で行くことができるよ。一応、近鉄奈良駅や JR の奈良駅から路線バスが出てはいるけど、シャトルバスなどはないため、基本は近鉄奈良駅から徒歩で行く形になりそうだね。大宮から向かう場合は、京都まで東海道新幹線を使って、京都から奈良駅へ向かう形だね。ただ、京都から近鉄奈良へ直通している電車は少なく、特急ですら、観光電車を含めて1時間に2本。ごくまれに急行も走っているみたいだけど、基本的には大和西大寺で乗り換えになると思うよ。近鉄の急行はほぼ大和西大寺へ行きますので、行けなくなるという事態は発生しないと思いますが、特急の指定席料金が520円で、所要時間約35分、特急を使うと片道15,150円となりますが、移動時間が4時間20分に短縮されますので、選択肢の一つに入れてもいいかもしれません。また JR 奈良駅から行くルートもあるけど、JR 京都駅から奈良駅が約1時間で、徒歩移動の時間が30分。私たちにとってはあんまり良いルートとは言えないね。アクセスはこんな感じかな。最後に、ロートフィールド奈良への遠征を考えている視聴者さんへ、剣闘士様からお言葉を頂戴しております。フォッツァ奈良、奈良クラブ、奈良クラブ、奈良クラブ、おい宮昌チャンネルをご覧の皆様、1300年前から奈良クラブを応援しておる剣闘士じゃ。まずはあの大人気ゆっくり大宮アルディジャ系 YouTuber の宮昌様のチャンネルに出演できますことを心より嬉しく思っておる。誠に感謝申し上げる。僭越ながら我の方から奈良クラブ、そして奈良県の魅力について、少しばかりお話しできればというふうに思っておる。奈良クラブは J32 年目の、シーズンを迎える奈良を本拠地とするプロサッカーチームじゃ。なかなか皆様にとってまだ奈良クラブは馴染みのないクラブやも知れぬが、昨年は J35 位という成績を収めており、今年であればプレーオフ圏内、J2 に昇格していた可能性のある非常に将来が楽しみなクラブじゃ。そんな奈良クラブのホームロートフィールド奈良は、ご紹介いただきました通り近鉄奈良駅、 JR 奈良駅からアクセスは可能じゃ。皆様がロートフィールドにお越しの際は、我が、直々にコミュニケーションを取り、写真撮影をし、サインを書いたり、剣闘士ステッカーを配ったり、いろいろ皆様と交流できると嬉しいぞ。そして奈良クラブの名物アッコちゃんちゃんとじゃ。タオマフを回しながら左右に動くもよし、我と一緒にアッコの前もするもよし、楽しくも熱い応援ができるぞ。ぜひロードフィールドにお越しの際は、我と共にアッコちゃんしてほしいの。そして遠征の醍醐味、観光じゃ。近鉄奈良駅、 JR 奈良駅の近くには奈良公園があり、野生の鹿と戯れることができるぞ。そしてみんな大好き東大寺大仏殿、歴史好きにはたまらない正倉院や春日大社といった奈良時代の遺産にも存分に触れることができる。そして奈良町といった映え系おしゃれ系スポットも奈良にはあるゆえ、老若男女楽しむことができるぞ。そして焼肉丼はじめ、喫茶バルド、プチマルカフェ、奈良一期一会といった奈良クラブサポート店も周辺にあるゆえ、そちらを巡るというのも楽しいやもしれんな。
奈良県行くしかないの。2024年、皆様が奈良県奈良クラブのホームスタジアムロートフィールド奈良にお越しいただけることを、心より、願っておる。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。剣闘士様、いや奈良クラブサポーターとざまさん、動画素材の提供及び今回のための特別動画の提供、本当にありがとうございました。紹介はまだまだ続きます。次は FC 大阪。 FC 大阪は東大阪市をホームタウンとしていて、チームカラーは水色だよ。東大阪といえば河内の国一宮の平岡神社、一宮巡りとサッカー観戦が両立できます。FC 大阪のホームスタジアムは東大阪市花園ラグビー場、最寄り駅は近鉄の東花園駅と近鉄京阪奈線の吉田駅で、東花園駅からは徒歩8分、吉田駅からは徒歩15分となっているよ。大宮から向かう場合は東京から新幹線のぞみを使って新大阪まで行き、東花園へ向かう場合は新大阪から難波駅、難波駅から近鉄奈良線の大阪難波駅へ乗り換えて東花園駅へ行く形、吉田駅の場合は新大阪から御堂筋線で本町へ、本町から大阪メトロ中央線と近鉄京阪奈線が直通しているので、そのまま吉田駅へ行くことができます。所要時間は東花園駅の方が十分早いけど、吉田駅のルートの方は値段が安く、サブルートとしては悪くないと思うので、難波の方に行きたい場合は東花園、混雑回避するなら吉田って感じだね。ちなみにホームスタジアムの花園ラグビー場はラグビーの聖地の一つで、かなりの歴史を持っているそうです。次はガイナーレ鳥取。ガイナーレは鳥取市、米子市、倉吉市、境港市を中心とする全県をホームタウンとしていて、チームカラーはライトグリーンだよ。鳥取といえば稲葉の白ウサギが有名ですよね。ガイナーレ鳥取のホームスタジアムはサッカー専用のアクシスバードスタジアム、最寄り駅は鳥取駅なんだけど、距離が離れているため駅からバスで向かう形だね。試合当日はシャトルバスを運行するとのこと。私が確認した限りだとキックオフ3時間半前からスタジアム直通のものが出ているみたいだね。シャトルバスがある場合は所要時間15分の片道200円とのこと。路線バスを使って向かうという方法も考えられますが、夜の試合だと路線バスが走っていないとのことなので計算に入れづらいかもしれません。鳥取駅から定額タクシーを利用できるとのことなので、そちらをサブプランとして考えてもいいかもね。定額タクシーでといった旨を伝えれば片道1500円で行くことができるとのことだよ。対応しているタクシー会社さんも多いのでなかなか悪くないですね。しかし大宮から向かうとなかなか修羅の道で、基本的には羽田空港を利用して鳥取空港へ行き、そこからリムジンバスを使って鳥取駅へ向かう形だよ。一見行くのに時間がかからなそうに見えますが、空港の駅へ着いてから30分程度で飛行機が出てしまう試算なので、実際に行かれる際はもっと早めに行動する必要があるかと思います。鉄道利用の場合は新幹線のぞみで姫路まで行って、特急のスーパーハクトに乗っていく感じだね。所要時間は飛行機と比べ圧倒的にかかっているものの、値段がかなり抑えられています。ただ飛行機も早めに取ったり、ホテルとのパックを使うことで安くできる可能性もあるため、遠征を考えているファンの方々はよく調べる必要があるかと思います。次は蒲田アレさぬき。蒲田アレは高松市、丸亀市を中心とする香川県全域をホームタウンとしていて、チームカラーは主にサックスブルーだよ。蒲田アレといえばイラストレーターのとんこさん、蒲田アレのイラストを多く上げている方で、イラストには個性的な人物が多く登場し面白いので、Jサポ界隈の SNS を盛り上げてくれています。今年の裏マスコット総選挙では今一番勢いのある剣闘士様を最終で追い抜き、3年ぶりに王座へ帰ってきました。とんこさん、おめでとうございます。そんなとんこさんが愛する蒲田アレのスタジアムは陸上競技場のピカラスタジアム、最寄り駅は JR 金蔵寺駅で徒歩で約20分となっているよ。主要な駅だと丸亀駅からシャトルバス、高松駅からは予約制の直通バスも出ているため、アクセス面はかなり恵まれたところだと思います。大宮から向かうときに金蔵寺駅を使う場合は新幹線ののぞみで岡山まで行って、岡山からは特急で多度津駅へ、その後土山線で金蔵寺駅へ行く感じだね。丸亀駅を利用する場合は岡山駅から特急を使って行って、丸亀駅からのシャトルバスを利用すれば、シャトルバスは片道300円の約15分でスタジアムに着くよ。高松駅利用の場合、羽田空港から高松空港までが1時間20分、高松空港から高松駅がリムジンバスで50分、高松駅からスタジアムが約50分、市
算してみたところ、羽田空港を利用すると約5時間25分となったよ。新幹線利用の場合、岡山から快速マリンライナーを利用して約1時間。バス移動の時間をプラスすると、約6時間5分かかると計算されたよ。ちなみに高松から行くバスは予約制となっていて、予約は電話受付のみなので利用する際は注意しよう。この試算結果だと、丸亀から向かう方が時間はかからなくていいかもしれないね。バスの本数も行きは20分に1本出ているし、帰りも4本出ているので十分だし。結局は、試合終了後にどう行動するのかによるかとは思います。以上で蒲田マーレ讃岐の紹介を終わります。最後に、スカラスタジアムへの来場を考えている皆さんへ、トイコさんから一言いただいています。うどん食べに来まえ。次は、FC 今治。FC 今治は、愛媛県今治市をホームタウンとしていて、チームカラーは、主にブルーだよ。FC 今治といえば、バリーさんの印象がありますね。ちょっと前まではクラブのエンブレムになっていました。今ではスペシャルサポーターとして FC 今治に関わっています。そのため正確には、FC 今治にはマスコットはいないので、その点だけは注意しましょう。FC 今治のホームスタジアムは、サッカー専用スタジアムの今治里山スタジアム。去年開場したばかりの出来たてほやほやで、公式では海賊船と言われています。最寄り駅は今治駅で、そこからバスやタクシーを利用していくよ。バスは1時間2本走っている路線バスと、スタジアム直行バスがあって、路線バスは片道250円、スタジアム直行バスが400円となっているよ。しかし、スタジアム直行バスが調べた限りでは、雪で合計3本しか走っておらず、帰りも試合終了直後のものも含めて2本しかなくて、正直、当てにできないものかと思います。路線バスや帰りのタクシーは、スタジアムから徒歩10分のところにある、イオンモール今治新都心を利用しなければならず、帰りの路線バスも1時間2本でかなり間隔があったため、うまく乗れないと、陸の孤島で取り残される事態になる可能性があります。どっかの陸の孤島と比べてイオンあるだけマシですけどね。ちなみに今治駅からスタジアムまでの定額タクシーは、1800円となっています。今の段階で、正直私的にはハードに感じますが、安心してください。大宮から向かう場合も修羅の道となっています。ルートとしては、何通りかあって、松山空港から松山駅へ行き、今治駅へ行くもの、松山空港から予約専用のバスを使って、直接今治へ行くもの、陸路の場合は、岡山から特急潮風を使って今治へ行くもの、福山から1時間に1本のバスを使って、今治駅前へ行くものがあるよ。いろいろルートがあるとはいえ、今年に関しては、試合の日出て試合開始時刻に間に合うものが少なく、岡山か福山へ前日入りするなど、試算以上にお金がかかる可能性が高く、念入りに計画を練らないと、キックオフに間に合わない可能性も出てきます。行かれるファンの皆さんはご注意を。次は、キラバンツ北九州。キラバンツは、福岡県北九州市をホームタウンにしていて、チームカラーは、イエローだよ。北九といえば、スタジアムで海ぽちゃが発生するので有名です。そんな北九のホームスタジアムは、サッカー専用のミクニワールドスタジアム北九州。最寄り駅は、新幹線停車駅の小倉駅で、10分近く歩いていれば着くとのこと。新幹線のぞみの停車駅で勝つ徒歩？今までのスタジアムとはアクセスのレベルが違いますね。大宮から向かう場合も、東京まで行ってのぞみに乗れば小倉駅へ着きます。そこから歩けばいいだけなので、距離の割には行きやすいアウェイかと思われます。それでも4時間の壁は越えますので、関東アウェイとかよりはきついとは思いますけどね。あとは日程的に日曜開催なので、翌日の仕事や学校に影響がないかってくらいでしょうか。あと、博多や福岡空港からは距離があるため、弾丸遠征向きかもしれませんね。次はセゲバジャーロ宮崎。セゲバジャーロは、宮崎県宮崎市、新富町、西都市をホームタウンとしていて、チームカラーはホワイトとピンクだよ。セゲバといえば、宮崎県屈するチームの対戦相手でよく聞くイメージです。そんなテゲバのホームスタジアムはサッカー専用スタジアムのいちご宮崎新富サッカー場。最寄り駅は日向新富駅で、駅から徒歩15分で行くことができるよ。大宮から向かう場合、羽田空港もしくは成田空港に行って飛行機で宮崎空港へ。宮崎空港から JR を利用して日向新富駅へ行く形だね。宮崎空港から車で行くと約50分とのことです。ちなみに陸路で行こうとすると10時間半かかります。試合開始には間に合います。よかったね。時間かかりすぎですよ。さすがにここは飛行機一択ですね。次は、FC 琉球。FC 琉球は、沖縄県全県をホームタウンとしていて、チームカラーはベンガラだよ。琉球といえば、エンブレム変更で話題になってましたね。そんな FC 琉球のホームスタジアムは、陸上競技場のタク、県総比アゴンスタジアム。最寄り駅は、那覇バスターミナルもしくは那覇空港で、J リーグ史上最も遠いアウェイとして有名です。通称、琉球送り。大宮から向かうと空港利用は必須で、那覇空港から車で1時間。J
レンタカーする必要があるので、資産と比べて値段は高くなります。駐車場の確保の問題もありますので、いずれにせよお早めに行動してください。駐車料金は調べた限り、かからなさそうでした。間違いがありましたらコメントで教えてください。もしくは、那覇空港のバス停から那覇バスターミナルへ行って、そこから合わせ当選という路線バスに乗って約1時間。そして、予備バス停か、次の県総合運動公園田口バス停で降りて、徒歩15分だよ。調べた感じ、歩くなら予備バス停の方がいい感じですが、県総合運動公園田口バス停の場合、近くにある沖縄中部療育医療センターから無料のシャトルバスが出ています。楽したい人は、無料のシャトルバス利用も考えてみましょう。これで全チームの紹介が終わったね。最後にまとめといきましょう。皆様、動画をお楽しみいただけましたでしょうか？今回の動画は、動画冒頭に言った通り、我々が J3 に対する知識があまりにもないため、J3 の知識を仕入れるといった目的で作成しました。しかし、最初のバンラーレやグルージャを調べていた段階で感じてたんですよね。ネットで情報が載ってなさすぎる。私たちのチャンネルは、現地観戦の良さや現地でしか仕入れることのできない情報を届けたい。っていうのもあって、ネットで調べて出る情報は、有益なもの以外あんまり話さないんだけど、そもそもの情報源が少なすぎて話せねえ。これが、J3 クラブの現状なんだなって思いましたね。情報が少ないから、行こうとする人も少ないし、興味がある人でも、なんとなくの偏見で行くのをやめてしまう。悪い循環だよね。特に地方のクラブは、地元の知名度向上や浸透が課題ですし、外部に向けてなかなか発信する余裕がないのかもしれませんね。自分の愛するチームの知名度を上げたいっていうのは、奈良クラブの剣闘士様やツエーゲンファンも言ってましたし。今回の動画が、こういった思いを持っているファンサポーターに届くといいなって思うよ。というわけで今回の動画は終了します。私たちの今後の動画が気になった人は、チャンネル登録という機能を使っていただけると、私たちのチャンネルの動画の更新がわかりますので、ぜひご利用ください。この動画が好評でしたら、J2 編とか J1 編やってみたいなって思ったりして、ぜひ、サポ仲間の間で周知いただければと思います。あと、J3 のスタジアムへ現地入りした経験のある人は、ぜひコメントをお願いします。現地のファンの生きた知識が、遠征民を救い、新規ファンを増やします。観戦した時の感想など、ぜひコメントお願いします。というわけで本当に終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていってね。おまけ。大宮から行きやすいアウェイかどうか数値化してみました。評価基準は動画内で説明したルートで、一番評価が高くなるようにしています。例えば、松本はあずさを使った場合で計算してます。あと、本編では触れてなかったんだけど、大宮からのアクセスって、裏を返せば、紹介したチームが大宮へ行く時のアクセスにもなるから、大宮遠征を考えている視聴者さんの参考になればと思います。最後にティアー表を作成しました。大宮から行くのが最も苦用なのはどこなのか。